背番号10番フォワードの谷村健一です。今日の試合は2対3で負けてしまったんですけど、まあいい部分も出たし悪い部分も出た試合だったんで、それを1週間以内に改善してどんどんいい部分が増えていけるようにやっていきたいと思います。個人的には、まあ、攻撃ではいいところが出せたかなと思うんで、そこをどんどん次のホームで出せるようにやっていきたいと思います。以上です。